わりまに、よろしくお願いします。チャンネル登録してね。よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしく。やっほー、みんな、お知らせがあります。今後、イラストの NFT 販売、音楽の配信、T シャツなどのグッズ販売もします。YouTube の説明欄、Twitter などをぜひチェックしてみてください。とってもワクワクなものがいっぱい売ってます。よろしくお願いします。中には限定商品もあります。何か特典あるんですか、アカネキャス様。デートができるよ。はい、ドラマです。よろしくお願いします。カカカカプンプンツルカリ。はい、よろしくお願いします。ドラン、アイアイアイ。はい、歌ってる方は誰ですか？そーたぐんぐん広がって。はい、はい。アカネキャス様、こんにちは。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日もデッドバイデイライトモバイルやっていきたいと思います。はい、やります。まあ、デッドバイデイライトをね、デッドバイデイライトモバイル、はい、やりながらなんですけど、はい、どうされました？はい、次の方どうぞ。今日はどうされました？はい、今日は悩み事があります。あ、お尻ですか？前回に比べ、あの、前回より良くなってるとは思うんですけど。はい、そうなんですよ。お尻がね、はい、って違うんですよ。はい、違うんですか？はい、あの、人のね、人の善意を無下にする人たちはどう思いますか？人間のクソだと思います。はい、なんでですか？そんなのみんな分かってるでしょ。人の善意を、はい、なんか何、あだで返すような人、うん、無限にする人、うん、うわ、クソに決まっとるやろが。使えへんとこある。ごめんごめんごめん、編集が下の方やったら大変。じゃあ、上がり教様は人の善意を無限にされたことありますか？人の善意を無限にしたことがあるかっていうこと？私がされたことがあるか。私がなんかいいことして、あ、私がして、まあ、うん、そう、なんか、うん、あだで返されたようなとか、うん、あるあるある、無限にされたりって変わりますか？あるあるある、ありすぎる。なんか一個例を。え、いやいや、待って、見てるかもしれんやん、これ。気まずい気まずい。その直近やったらそれかなって思って。直近じゃなくて昔の出来事とかでいいよ。あ、昔の出来事やったら、うん、まあ、その、そうやな、うん、はい、どんな話ですか？まあ、親がローン残ってるっていうから、はい、4000万とか3000何千、900万とか4000万ぐらい、はい、もうパンと、もうパンとはじゃないけど、まあ、徐々に月にもう何百万、うん、何百万ってこう振り込んで、うん、振り込むっていうか、まあ、あの、直で、うんうんうん、渡してて、うん、で、まあ、もうこれで、あの、もう家、うん、もう何、ローン返済終わったやろってなったら、うん、何の話ってなって、うん、お父さんにね、言われて、うん、えってなって、確かに実家行った時に、うん、いろんな占いグッズやら何やらかやのが置いてたから、うん、高そうな、なんか六角形のなんか謎のカラフルな鏡とかな、うちにこんなものがあってなって。まあまあ、まあ、で、お母さんがちょっと来てみたいな感じにして、うん、お父さんにも内緒にしてとか言われて、うん、はぁってなって、うん、待って、私の汗水涙のさ、3000万4000万が、うん、全部そのお父さんに内緒で、うん、そのマンションとして払ってなって言って渡しとってんやんか、うん、マンションのお金を、うんうん、それを全部自分の好きな占い、あの、芸能人とかを見てるすごい人とか、うん、なんかそういう人のところまで行って見てもらったり、うん、その交通費とかもめっちゃかかるのに遠いとこまで行って、うん、そういうことしてたから、うん、お金がないと、うん、だから、まあ、ねえねえ、あのお金ないんですみたいな、じゃだからメイクもできませんみたいな、服も買えませんみたいな感じやったから、うん、最後渡したんが、なんかもう袋いっぱいいっぱいの、何回もか、これは、うん、なんかそのポンと、なんか
ね、化粧水とかこれ今使ってないなっていうあの、うん、メイク落としとか、うんうん、口紅だったりとか、うん、ディオール の, あのアイシャドウずっと使っとってんけど、うんうんうん、なんかもうこれはお母さんにあげるべきやなと思って、私まだ早いなって言い聞かして、うんうんうん、本当は使いたいねんけど、うん、もうそれをもう入れて、うん、でまあ化粧水、乳液、美容液、アイクリーム、あと何まつげ美容液、うん、あと化粧品、香水、うん、服うわー入れてこの話長いごめん長いよねで、まあ、それで、まあ、いろいろ使われたのね、うん、はい、まあまあもうダメもうダメ、うん、それで今もうどうなってるかって言ったら、はい、電話かけました、はい、この電話番号はただいま使われておりませんって言われますね、うん、LINE もねもうあのスタンプのやつやったけどまあ拒否ですね、ブロックされてますね、うん、おあらでかい人はこのことでしょうか、うん、合ってますか、うんうん、まあなるほど、あら、まあ、嫌なこととして帰ってきて、まあ、嫌なこととしては帰ってきてるよね、うん、うん、なんでって思ってなんでってマイクテスト何マイクテスト、あさり教授様ってさ、はい、人に感謝されたことってある、あるよ、どんなことどんなこと、いや道案内、私一時期道案内めっちゃしてくれしてくれ言ってくる外国の方とか、あーなんかそういう時期ってあるよね、人に道を聞かれやすい時期みたいな、そうそうそうあるある、まあそのもうしょうがないから、あ言ってることは分かると、うん、ただなんて口で伝えたらいいか分からへんってなった時はもう、うん、カモンって言って、うん、あの手招き、日本の手招きはシッシーになるらしいから、一応このなんていうの外国のカモン の,、うん、あのやり方、うん、手招きはあんねんけど、うん、カモンって言って、うん、あのちょっと英語喋られへんかなって、うん、I don't speak English カモンみたいな感じやって、うん、ついてくんねやんか、うん、でまあそこでなんかあのThank you みたいなこと言われたりとか、そこまで連れて行って、松葉のお姉さんに、うん、なんか全然その前からのお客さんが来ないっていう話で、私だけっていう話で、うん、そうめっちゃうまいよなんでみたいなことを言ったら、うん、めっちゃ嬉しいもんとか言われる言葉で褒めたりとか、なんかそういうことはよくするかな。ああでも茜教授は褒めたからでしょ。ああまあなるほどね、うん。うん。言葉とか、まあ、行動はやっぱり、うん、そのやっぱり喜あまあハットに餌あげていい場所があるんやけど。まあそうか、ハットに餌あげるようなもんか。なるほどね。まあ見返りを求める必要もないね。確かにね。どうした？ハットからお礼をもらう必要も別にないか。そうだね。人の善意をさ、見返りを求めるってもちょっとナンセンスだなと茜教授様の言葉で思いましたわ。確かにね、うん、人の善意を無下にされたとか考えるのはちょっとナンセンスだね。でもあだで帰ってきたら、うん、あだから私もあだで帰って、あだでは帰ってきてないから、帰ってきてないやったらまだまあいいけど、ほんまにあだで帰ってきた時は私は、うん、メンタルブレイクしたよ本当に。なね、音メンタルやから私。そうね、うん、うわーってなったもん、うん、まあなんか発狂あれだもんね、あの本当に、うん、うん、わかる。みんなね結構最近 YouTuber ね、うん、高評価と低評価ね全部隠したりとかしてる人結構増えてきてる。そうなの、うん、高評価と低評価も、まあ、コメント欄は封鎖してない人はまあ多いけど、うんうん、低評価と高評価を低評価も見れへんやん。あ、そうそう、でもあれ一応表示しようと思ったらできるでしょ多分。できないよ。できないんだっけ YouTube の。もう完全に、うん、じゃあ高評価も見れなくでもあえてしてるってことはさ、あーまあどっちがどうなってるかもさっぱり分からへんってことやな。なんかそれもなんか不思議だなとは思うけどね、まあ、コメントなんで封鎖してるんですかって言われたらやっぱりメンタル左右されちゃうからさ、うん、絶対に嬉しい言葉いっぱいもらえたら嬉しいけど、うん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 、
あんまりそれがさ重なると調子に乗っちゃうし天狗になっちゃうし。いや私はならないよ。絶対なるでしょ絶対なるよありがとう卒業言うて違う違う、だからコメントが、うん、すごい褒められてる言葉ばっかりだったら、うん、嬉しいよ、モチベーションに繋がるとは思うけど。いや私もともと自己肯定感がめちゃめちゃ低いから普通ぐらいになったらなとは思う、褒められて。それはさ、まあ、個人的に褒めてくれればいいじゃん、うん、DM とかさ。だからそれで天狗になったらあれだし、うん、とは思って、まあ、どうしても嫌やし、マイナスな言葉で傷ついてモチベー下がっても嫌やし、ね、っていうことで封鎖っていうことやろ。まあ、どちらかというとそっちの方が多いかなっていう。ああなるほどね、うん、そのやっぱ小さな声少数の声ってやっぱさでかい刺さるもんね。これ前も話したな。話した、うん、話すこと内容がねえんだけど、その最近その小さな声を笑えるようになったら一丁前の YouTuber やん。だからまだ私たちは全然底辺におんのよ。なるほどね、うん、結局さ、だから100万人とかのクラスってさ、うん、もう多分防ぎようがないぐらいの声が届いちゃうじゃん絶対に、うん、どの SNS やってもまあ批判は来るだろうしね。そうそうそう、どの SNS やってもどのね、そうそうそう、動画投稿されてやっても多分もうヒカキンでもいいね、アンチがあって正規切れないほどのコメントがあるから嫌だって人多いよねやっぱりね。この間も山田孝之がインスタのね、うん、300万人もフォロワーいたのに消したんですよね。山田孝之が、そうインスタのその300万もいたの。めっちゃあのしじまくんの人だよね。あ、そう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 、で300万のフォロワーいたのに、うん、やっぱりそのアンチの声が刺さるから嫌なのか、まあそもそもちょっとあの方はちょっと変わってる説あって、変わってるよ、人と関わりたくねえからみたいな。なんかちょっと変わってる話はよく聞くけど、もともと300万人もフォロワーがいたら、うん、やっぱりちょっと左右されてしまうのかなっていう、あ、結局、まあ、なくなってしまう方もいますけど、うん、よくないよ、はい、本当に。そうね、左右されるってのはやっぱきついよね。うん、きついきつい。それが嫌で封鎖してんのか、うん、そうそうそう、うんうん、一つ面白いんだけどさ、何？俺ツイッターでさ、うん、メインのアカウントさ、うん、1ヶ月フォロワーされなかったりとかすると俺結構ブロックしちゃうのね。はいはいはい、ルールがあるよね。そう、マイルールがあってさ、うん、奇数月はブロックして、うん、偶数月はフォローするとか、うん、あ、ごめん逆だったわ、うん、何やそれ結構適当なんだけどそういうルールがあってさ、うん、自分の中で、うん、でフォロワーがなかったらブロックみたいな。そうそう、で、うん、そのもう一個さ会社の方あるじゃん。はいはいはい、でっかい、あ、めっちゃフォロー数多い、フォロワーが多いやつや。いや違う、それは少ない方で、そっちの方は誰一人ブロックしないのね基本的に。あ、そうなの。そうで、そっちの方にメインの方ブロックされてるんですかみたいな、めっちゃ来るんだけど、うん、結構怒ってくるんよみんな、うん、じゃあ何ブロックされてんみたいな感じでいやで、その後1ヶ月フォロワーなかった、うん、フォロワーなかったからだよって説明すると、そうなんすかみたいになって、うん、じゃあフォローバーしますんでみたいな感じで、さ、最初からしとけやっていう。なんか基本的にでもただ見てないだけっていう人も多くて、ああなるほど、うん、だから動いてない人とか